2018年1月17日、昨年度ノーベル平和賞を受賞した国際 NGO ICANN 核兵器廃絶国際キャンペーンのビアトリス・フィン事務局長と川崎明国際運営委員が東京信濃町の創価学会総本部を訪問しました。これに対し原田会長、池田主任副会長、笠貫 SGI 女性部長らが歓迎、語らいの場が設けられました。原田会長は昨年7月、核兵器禁止条約が国連で採択されたことについて ICANN の貢献を称賛、我がことのように今回の受賞を大変喜んでおります。フィン事務局長は2007年以来 SGI との緊密なパートナーシップと友情を保てたことを光栄に思うと言及。嬉しく思いますが、皆さん方もICANNですので、so congratulations to you。ですから私の方からも、これからも核兵器廃絶を目指し、共に働き続けたいと述べました。核兵器のない世界の実現に向けて、一層の協力を約し合う語らいとなりました。